はい、どうも、ナートだよ。今回はバリアブルローラーフォイルを使ってガチマッチやっていきたいと思います。なぜ今回バーフォイルを使ったかというと、スプラトゥーンダイレクトの映像をくまなく見た人なら察している人もいるかもしれない。なんと、スプラトゥーン3のバリアブルローラーのスペシャルがマルチミサイルなんですよ。つまりどういうことかというと、スプラトゥーン2で存在しているバリアブルローラーの縦振りで塗りまくりながらマルチミサイルを撃ちまくるという丸見様がスプラトゥーン3でも存在するということになります。いや、これはね、俺からしたら結構嫌かなと。そもそもマルチミサイルがスプラトゥーン3で続投されるっていうのがかなり予想外で、うわーって感じ。しかもかつバリアブルローラーにそのスペシャルがつく、これはね結構嫌だなと。うん、ただ今ね、やっぱマルチミサイルがスプラトゥーン2でかなり大暴れしてるスペシャルだから、さすがにね、その調整とかはされると思うんだけど、それでもバリアブルローラーの性能も多分そんな変わらないし、マルミさんもね、おそらくちょっとは弱体化されると思うんだけど、絶対強いスペシャルだと思うんだよね。うん、マルミさんのやばい、これうい、オッケー、2枚やる。うん、マルミさんのね、やっぱその性能っていうのが、敵の位置を全員把握して、ロックオンをした敵にミサイルを落とす。そしてかつ、味方にも位置共有をする。これは多分変わらないと思うんだよね。多分、ナーフされるとしたら、やばい。着弾するまでミサイルが溜まりにくいとか、ダメージが減るとか、ミサイルの数が減るとか、多分そこら辺だと思うんだよね。うん、だから、ちょっとね、嫌かなと。まあ、ただ、楽しいんだよ、これ。うん、まあスプラトゥーンって感じするもんな。なんか塗りまくるっていう戦法、やっぱ他のシューティングゲームにはないやっぱ戦闘スタイルじゃん。やっぱこれは確かに、その任天堂からしたらこういうスタイルはなくしたくないっていうことなのかもしれない。うん、まあでもマルチミサイルね、まあ俺結構嫌だ嫌だって言ってるけど、うん、まあ調整次第では結構いいスペシャルになるのかなって思ってるんで、そこはやっぱイカ研究員に期待かなと。うん、ほら、でもこれでさ、そのスペシャルたった1個で、敵の位置全部把握できるのはちょっと強すぎだよなと。うん、で、ロックオンした敵は味方には共有できちゃうから。うん、まあ、どうなんすかね。うん、しかもバリアブルローラーと丸見さん、ほんと相性いいからな。オッケー、しっかりやる。バリアブルローラーは一時期俺結構使ってたんで、なんかいたわ。多分ね、3でもおそらく縦振りの塗りは健在だと思うから。ちょっと楽しみですね。皆さんはどう思いますか？マルチミサイルの続投、さらにバリアブルローラーにマルチミサイルがついたこと、まあ、俺はちょっと嫌かな。ちょっと、まあでもそんなめちゃくちゃ嫌だってわけではないけど、うん、まあ、もしかしたらね、吸引機とかその新しいスペシャル、マルチミサイルのミサイル吸い込めるかもしれないし、そしたら丸ミサ対策で吸引機を使うとか、そういうこともできるから、もしかしたらそこまでマルチミサイル強いスペシャルにじゃないかもしれないからね。やばい、オッケー、しっかりやる。はい、他にもね、もう俺はあと無印ジェットスイーパーとかに丸ミサつかなきゃそれでいいかなと。うん、無印ジェットスイーパー今マルチミサイルじゃん。今スプラトゥーン2だと結構どのルールでも無印ジェットスイーパーで、バリアブルローラーよりも多いからね、無印ジェットスイーパー。無印ジェットスイーパーで後ろからペチペチしながら丸ミサイル撃つ。いや、バより外役だから、バはまだ結構詰めないとキル取れないけど、無印ジェットは射程長くて割とキルタイムもそこまで遅くないから、結構キル取れちゃうんだよね、丸ミサと一緒に詰めたら。バは結構ね、意外とキル取るの難しいからね、この時は。さあ、全員ロックオンしていく。もうこの全員ロックオンした時強すぎなんだよな。敵の潜伏も怖くない。そして丸みさ事故もある。で、そこに敵がいるのは分かってるから入るかな。さすがに詰めちゃおう。やばい、 OK。 まあ2の丸みさのやっぱ強すぎる点っつうのは、丸みさ撃ってからまたすぐスペシャル溜まるとこだよね。多分そこは絶対に修正されると思う。初代スプラのね、ボムピッチャー。まあ、ボムラッシュだけど、初代スプラのボムラッシュも、あの、スペシャル、あの、ボムラッシュ、打ち終わってからすぐ溜まってたから、なんていうんだろうな、ボムラッシュ投げて、その、ボムラッシュ投げたボムでもスペシャル溜まったから、もうなんか、ボムラッシュ投げてすぐまたボムラッシュみたいなことできたんだよね。で、丸見さんが今そうなんだよ、2で。丸見さん打って、もうすぐまた丸見さん溜まるみたいな。だから3ではおそらく丸みさ打つじゃん、こうやって打って全部着弾し終わるまでは丸みさがたまらない。ほら、もう4分の1溜まってるんだよ、丸みさが着弾し終わるまで。これがバグってるんだよね。
マルミさんの強いところって。だからおそらくスリーダー多分着弾し終わるまでマルミさんがたまらないっていう仕様になると思う。うん、そうだ。回転率がね、おかしいんだよな。これノックアウトできるよね。ノックアウト。うわ、できない。いや、いけないか、あと2。惜しい。いや、バリアブル強いな。ナイス。バリア、全然時間見てなかったわ。ナイス。ほら、これやばい。これです。マルミ様。強すぎ。はい、マッチングいたしました。ホッケフトのガチヤグラー。よし、やっていくぞ。いきます。はい。いや、俺の予想なんだけど、スプラトゥーン3の、で、1ヶ月、2ヶ月経ったら、バリアブルローラー結構ね、増えると思うんだよね。うん、結構なんかお手軽に腕前を上げる方法として、うん、正直キル力なくても丸ミサ打って塗るだけだったら誰でもできるからね。でしかもちょっと慣れたらバリアブルローラーってエイムそんないらないから結構キル取るのも難しくないから、他のシューターに比べたら結構増える気がするな。まあ丸ミサの性能次第でもあるんだけど、まあ俺はね、丸ミサはなんだかんだ3でも強いスペシャルであり続けると思う。弱いスペシャルになることなくない？なんか、丸みさが弱いの、なんかあんま想像できないんだよな。うん。この、こうやって安全な位置から撃つっていうのがやっぱ強いよね。ちょっと、パンコ怖いんで。無理はしない。さあ、どうしようかな。これは丸みさを貯めましょう。困ったらマルチミサイルを貯める。これがバリアブルローラのバフォイの戦法。ああ、これちょっとピンチだね。攻められそうなんで、ここは落ち着いて、丸みさ貯めたいけど、キャンプ詰め、いるな、これ。やばい。助けて！ふっ！無理か。無理か。やれない、なかなか。さあ、敵に10発入れて、自陣に入れさせなきゃ大丈夫。待って、丸みさ強い！マルチミサイルが強いよ。うん、いやー、これ第一関門突破されちゃいそうだな。これはあ、でも味方はナイス？身落ちなんで、これは防衛できそう。止めます、俺が。乗らせなきゃいい。乗らせないだけでいい、これ。まあ、キル取れなくてもいいんだよな、ああいう時は。乗らせないだけで OK。この編成だと、まあ、キル武器、まあ、寿司ベと、特にプライムシューターベッチュが結構キル狙ってくれてるから、ちょっと見た感じ。まあ、俺そんな無理しないで、丸みさで常にサポートする立ち回りでいこう、この試合は。さあ、まあ悪い。悪いけど、それ。ちょっと入られるの怖いな。もしかしたら後ろから来るかもしんないから、後ろ警戒で、矢倉を止めたい。常に後ろ警戒。これはちょっと行ってもいい。これはロングから、ナイス。ロング味方やってくれる。ナイス。いや、塗りが強いな、本当に。縦振りの塗りがね、おかしい。うん。濡れすぎ。うん。本当にこれで、メイン性能なくなるからな。まあ、でも俺積んでないけど。あ、メイン性能積まなくてもね、割と芯取られたらやれるから。まあ、3でメイン性能なくなってもバーは強いか。てか俺バリアブルにメイン性能積まない派だからな。結構、マルミサ打ったり塗りまくった方強いと思ってる派だから。いや、マルミサ強いな、本当に。さあ、相手キャンプだけ。キャンプに対してはバリアブル結構強いから。ボムもあって一角だから。いや、これノックアウトいけそう。ナイス。わー、これいけるか。やる。キャンプ、10発入れるけど。やべ、キャンプ強いの、それ。イエーイ！マジそれ！今すんごい弾の起動してたと。そういえば、なんか、ブラスターの弾が、スプラトゥーン3だと、空中で結構下に落ちる、みたいな映像を見たんだよね。あれ、どうなんだろうな。俺結構、強化だと思うんだよね。ブラスターの弾下落ちるのって。だから、高台上とかの敵に対して直撃当てやすくなると思うんだよ。下に落ちるから。うん。高台上の敵とかに爆当てようとしたら、まっすぐ行くからさ、上に行っちゃうじゃん。でも、それが下に落ちるってことは、その、地上に、潜伏してるやつにも直撃が当たったり爆風当たりやすくなるから、結構ね、ブラスターもしかしたら3結構強くなるかもしんないね。だからローラーブラスターとかさ、やっぱ2だと結構不遇な武器だから、なんか2で不遇だった武器がちょっと強くといいなと思っちゃうな、俺は。ちょっとシューターとかが強すぎるって言ったから、長射程と。ここら辺、
まあ、最初の方は少しでいいからなんかローラーブラスターが強い環境見たいなって思う。まあ、なんだかんだシューターは結局ずっと強い武器なんだろうけど、ローラーブラスターはクロート向けで、シューターは万能、誰が使ってもある程度強いみたいな、で極めたらもっと強いみたいな、そういう感じなんだろうな。これはカバー、オッケー、しっかりカバーしていく。いや、バリアブルはね、このカバーの動きが大事。一角持ってるから。まず、味方の、その、戦ってる敵、後ろを取っちゃえば一角でボーンだから。さあ、しっかりやって。おい、オッケー、77。ナイス。オーケー、バリアブルいいな。この試合はもうザ・サポートって立ち回りだったね。自分からキル取りに行くっていうよりかは、常に塗って味方が動きやすいように丸みさ吐いてカバーする。うん、味方がこれ普通に強かった気がするな。多分だけど。まあ、だわ。プライムの人が無双しすぎ。はい、マッチングいたしました。ホッケフトのガチヤグラー。はい、3戦目はね、丸みサマンといったらジェットスイーパー、無印、やっていきたいと思います。ジェットスイーパー多すぎでしょ。そうなん、ジェッカスも強いからな、この武器。まあ、ハイパープレッサーはおそらくリストラされたから、そこは安心だけど、そのジェットスイーパーにマルチミサイルがつくのだけはちょっと勘弁。やばい。ナイス。味方がナイス。さあ、2枚出る。あれ、ジェットスイーパーのスペシャル、確かもうスプラトゥーン3で出てたよね。なんだっけ。吸引機とか。確か吸引機。忘れた。ラインマーカー、吸引機だっけ。ちょっと全然覚えてない。ちょっと分かる人いたらコメント欄で教えてください。確かジェットスイーパーは、もうサブスペ決ま、もう分かってたはず。さあ、これ左取っちゃおう。ここ入ると、第一関門は結構楽に進むんで。お、そう。オッケー、ダイナマやろう。さあ、どうしようかな。やば、あー、ごめん。いや、これ、車線切る。車線をしっかり切るべきだった。うん、甘えちゃダメだよね。丸見さん、やっぱ、好きだからな。ハイプレ。うわ、ハイプレ嫌ですね。まあ、ハイプレあなた、ハイプレ打てるの今のうちだけですよ。3になったら消えるんで。インクアマハイプレ。まあ、確かにね、インクアマハイプレはリストラして正解だと思う、さすがに。なんか、インクアマハイプレより強いスペシャル作るの難しいと思う。うん。調整もしづらいし、インクアマとハイプレって。やれる。オッケー。だから、その調整しづらいスペシャル、あとスーパーチャクチもか。スーパーチャクチはちょっとヒーローモードに移ってたから、どうなのかわかんないけど、結構やっぱ調整しづらいスペシャルは出さないよね。オッケー、2枚ある。これでかいんじゃねえか。後ろから挟み撃ちしたいけど、ナイス。オッケー、第3だっけ。第3正面ですね。丸みさためよう。さあ、丸みさが一瞬で溜まっちゃうんです、この武器。そして丸みさで敵位置把握してキルを取りますけど、ギリやれない。どうしよう。これは、いや、この武器なんかストレスがない。やばい、やばい、うまい。ナイス、甘。ハイプレすごいな。またハイプレ来た、相手。ちょっとハイプレやばい、やばい、やばい。ハイプレ、うわー、ハイプレえぐいんですけど。ハイプレ2枚すごいな。ここのステージホッケフトマジでハイプレ強いからな。ナイス。オッケー。ホッケフトもなくなっちゃったからな、3で。でも、ホッケフト結構いいステージだと思うから。待って、ハイパープレッサー、俺の心理全部読んでる。メンタリスト大悟もしかして。うん。もうハイパープレッサーとかは心理戦だからな、あれ。相手がどっちに逃げるかみたいな。これは。やりたい。オッケー、カバーでしっかりやる。待って、ハイプレの量がおかしい。ハイプレの量がおかしい。まずい、これ。相手ずっとハイプレ打ってくるんだけど。さすがにこのステージは丸見さよりハイプレの方強そうだな。ずっとハイプレ打ってくる。ナイス、ナイス。まあ、ただハイプレ打ってる間は濡れないからな。そこは、オッケー、オッケー。味方が左打ってたら右打ってあげる。絶対防衛。危ないな、これ。ま、これ第一関門覚えてきたの。よかった。正直、第一関門は無理かなって思ってたけど。もうハイプレ打たれる前にキル取りたいけどな。
うわ、また来た。あ、味方か。味方にもジェッカスいのか。いや、ダメだ。ジェット対面不毛すぎる。なんならジェッカスの方が食い棒あるから、ちょっと無理して対面しない方がいいな。このカウント守りきりたいけど。丸みさを貯めます、ここは。やばい！またハイプレだ。いや、あのハイプレの人結構左に打ちたがるから。打ってから左に寄せる気がするから、右に逃げる。敵の癖をね、見抜く。やばすぎー！ゴーニー強すぎー、その音、ジャンプチャ。頑張れ！それ、うわ、まずすぎる。ちょっとまずい。第一関門は突破されるな、これ。やばい、またハイプレ来た。どんだけ？やばい。あ、回った。パチンパチン。ペニペニしてます。ペニペニ。ペニ、ナイスです。ハイプレやばいです。ハイプレ長くない？ポイズン投げて。あー、なんか奇跡的に防衛できてるわ。射程長いって強いな。いや、これやれる。オッケー。泣いて、丸みそって勝ち。勝ちやろ。ナイス！オッケー。丸みそ強い。ハイプレも強いけど、丸みさやっぱバグってるな。はい、ってことで、スプラトゥーン3、丸みさマンが続投したということで、まあ俺からしたら丸みさ、マルチミサイル結構調整されることを祈ってるって感じかな。はい、ってことで、もしよかったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それでは、さよなら。